プレゼミはですね、工学部の、2年生が3年生から本ゼミが始まりますので、その前に、少しその入門演習っていう科目なんですけど、ゼミをこう事前に体験するみたいなもので、本ゼミですと1年通じてあるわけですが、プレゼミは半期だけですね。それでは普段通りでよろしくお願いします。節税目的の養子縁組の製品について関連発表を行いたいと思います。一応コンセプトとしてはですね、その法学って外国語に近いところがあるので、その技術を学んでもらおうということで、その読む力、それから書く力、それから聞く力で話す力で、これに付随して、調べる、考える、この 6個の力がこう法学を通じて自分でできるようになるっていうことが大事だと考えています。事実関係の説明をします。X1 は A とその妻 T の長女です。法学部2年生には馴染みのある憲法、それから民法の判例、基本的な判例を中心に発表してもらっている、そういうものですね。節税目的の養子縁組が民法821号の定める縁組の無効に当たるかどうかです。過去の判例においても節税目的の養子縁組は無効とされた事例は少ないため、また学説も無効でないとするものがほとんどです。そのことから本判決は過去の事例や学説に沿った合理的な判断をしているため、本判決は賛成だと思います。残りの時間で質問を時間にしたいと思います。とにかく、必ず1回は質問しましょうと。でどういうふうに質問すればいいのかとかもお話をして、でそういう授業ではなくプレゼン生の発表を聞いて質問してもらう。はい、先生、ちょっと節税の仕組みがちょっと私がよくわからなくて、養子縁組して増やすことによってこの家族としては節税できる、僕にとってはメリットなんですけど、こっちの人たちにとっては自分の持ち分が減っちゃうんで、減った分が被告に流れちゃうんで、で、だから相続税の負担、相続税の負担を人に減少するとなると、そうやってどう考えても矛盾してるじゃないですか。そうなんですよ。それは矛盾してるのに、だからそこが矛盾しちゃってるっていうのは確かにその通りなんですけど、判決、民法上の判決においては節税要旨は有効。じゃあもし相続税法63条でこの件が争われるとしたらどっちか。それはちょっと難しい問題なんですけど、日本ですとよくありがちなのは、質問はありますかって言ってもこうシーンとなっちゃうとで当てればまあ喋るっていうぐらいなんですけど、幸いうちのプレゼンには当てる必要はなく、もうこうどんどん手を挙げて質問する。でそういう人がこう周りにたくさんいると、むしろみんなそれに影響を受けて、もう質問合戦じゃないですけど活発に手を挙げますので、そういう意味ではうまく回っていますし、面白いかなと。今日カメラもあったので、なかなかやりにくいところがあったと思いますが、いい発表だったと思います。はい、ありがとうございます。法律に深く関わるような発表、今回が初めてだったので、今後まだあと2年間あるので、その発表の機会も相当にあるはずなので、今回のこの発表でいい経験ができたなと思います。こうレベルの高いプレゼミだなっていうのがあって、自分もそれに負けないように一生懸命頑張ってなんとかついてたって感じなんですけど、なんか充実した内容となっており、なんかその自分自身もその成長できていい機会だなって思っています。木山先生はなんか LINE とかでも面白くてあのスタンプも可愛く使ったりとかしてて、すごいフランクな先生です。